無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。三越は広殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明弘が息子の仇を討ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出た三越を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半多分三越場が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後午前9時6分間宮結衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり三越場殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮結衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越場殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮結衣と替え玉の痴漢、それに三越場を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越場の教育実習を見てました。さらに間宮結衣と同じ黒川学園出身です。三越場の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越場を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越場博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮結衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あのちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。
校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本充。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。それって今回の事件となんかつながってくるか？どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そして充君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まずは明日沢先生に。よろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。江原は痴漢の汚名を着て息子の仇を討ち、ついでに司法のメンツも潰してみせた。全部捨て身でなきゃできねえことだ。あいつにはもう何も怖いもんがねえんだろうよ。江原は痴漢の汚名を着て息子の仇、全部捨て身でなきゃ、僕は江原をずっとハレンチ警官と思ってましたよ。きっちり報いを受ければいいのにって。でも実はそう思わせるように仕向けられてたんですよね、僕らも検察も世間も。お疲れ様でした八神さん。今日はもうゆっくりしてください。
加減にしろよ。しばらく寝とけって。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いい加減にしろよ。あの、ところで、
それって…なるほど。つまり、ええ、
めとける。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。名前か。よしよし。
らく寝とけっての。よしよし。時間食っちゃった。いらっしゃいませ。ありがとうご。いらっしゃいませ。いただごちそうさま。ありがとうございます。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。出たのか。またな。あれ？いやあ、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ？沢先生に会いに行こう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。わかってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ？状況わかってる海藤さん。沢先生も三越葉殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。溶けっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。
ありがとうございました。名前か。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。よし、じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、カイトさんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ、阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに。よう、阿久津、なんでお前がここにいんだ。おい、俺らこっちだって。カイトーだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある。いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこで会うね。うん、あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ、カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん、まやつらが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。
そんなもんか。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとう。ありがとうございました。いい加減にしろよ。何見てんだ。死ね俺。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
ちょっと。いえ、はい。ん？なるほど。はい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 。
はい。名前か。
なんだ。なんだ。八神です。お願いします。おい、
前の鼻が頼りだ。よしよし。よし、行こう。させたぞ。こっちだな。まさか。いやいや。もしもし。
いやおい、でも来な。まったく。すいません。あの、Thank you.
ありがとうございました。ええ、あの、いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。まだいる。
ったく、時間食っちゃったよ。なあ、八神さん。うん？天沢。
ここだな。ああ。マジかよ。八神だ。八神さん。ああ。
わかった。ありがとうございます。それって…え？はい。実は、何だと？ですが、いえ。実は、察するに。なあ、いえ、
ええ。なんだって。マジかよ。わかった。お願いします。八神さん。どの曲にしましょう。衣装を選んでください。これもいい。よし、今日はどの曲にしましょう。振り付けはどうしますか。衣装、振り付けはどう、衣装、今日はどの曲にしましょう。
さくら。起きてが。いいですか。最適解だ。八神さん。なるほど。それって。あ、その。
はい。まったく。ヤガミです。ところで、やれやれ。なるほど。もうあの子たちは。ところで、へえ。
それって…いえ…はあ…矢上先生。やれやれ。矢上さん。おう。
やってやるぜ。いいね。よっしゃ。よし。よし。いいですぞ。いいね。よし。よし。いいね。バカ。いいですぞ。なんですと？いけ。そういきますか。よっしゃ。いいね、バカ。マジかよ。まずいな。やられたな。いいね。いけ。よっしゃ。いいですぞ。よし。なんですと。いいね。よし。しますか。いけ。よし。ちょま。よし。行け。いいですぞ。よっしゃ。マジかよ。いいね。すまない、みんな。八神さん。おう。
八神さん。おう。やってやるぜ。いいね。問題ない。やられたな。認めざるを得ないね。行け。よっしゃ。よし。マジかよ。よし。なかなかの腕だ。よっしゃ。これだ。本気だ。よし。これだ。なかなかの腕だ。いいね。よし。認めざるを得ないね。いいね。立て直すんだ。よっしゃ。よし。問題ない。いけ。よし。よし。よし。いいね。これはどうだ。なかなかの腕だ。いけ。損害を報告しろ。問題ない。いいね。認めざるを得ないね。よっしゃ。
なかなかの腕だ。最高の気分だぜ。八神さん。おう。いいね。いいね。よっしゃ。よし。死ぬのか。よっしゃ。気合で。よし。この程度。よし。いいね。ダメージ気合で。よっしゃ。いいね。いいね。その程度。いけ。こいつ。よし。その程度。いけ。よっしゃ。仲間を。よし。ダメージ気合で。いいね。よし。その程度。いいね。ダメージ気合で。最高の気分だぜ。八神さん。おう。
よし、いけ、うまっ、よし、いいね、おう、いいね、よっしゃ、どうしますか、マジかよ、よし、いいですぞ、いいね、なんですか、いいね、よっしゃ、よし、いいですぞ、八神さん。おう。気分だぜ、うん、うん、起きてが
なんだ。ああ。うん。あ。さくら。頼んだ。はい。はい。大丈夫？大丈夫？さくらくん。起きてが。
お。さあ、お、あ、よろしく。実は、それって。なあ、糸倉、最
く。なあ、あのさ、あんた、まあね。あのさ、わかった。お。あのさ。ああ。言っとくけど、八神さん、何？あのさ。
あの、はいはい、やった、八神さん、
いいね。よし。こんなダメージ気合で。やられたな。こいつめ。よし。ここで死ぬのか。この程度。よし。いいね。ダメージ気合で。最高の気分だぜ。ああ。よし。やられたな。いいね。そうしますか。いいね。よっしゃ。よし。いいですぞ。いいね。マジかよ。いけ。いいね。よし。おっしゃ。いけ。いいですぞ。まずいな。いいね。バカ。いいね。よし。よっしゃ。マジかよ。次こそは勝つ。ああ、いいですぞ。よし。まずいな。いけ。なんですと。
いいね。いけ。よし。よし。いいね。どうしますか。おっしゃ。マジかよ。いいね。よっしゃ。いいですぞ。のバカ。最高の気分だぜ。八神機
行きます。気分だぜ。なあ、最高の気分だぜ。
糸倉先輩。ところで、はい。なあ、あのさ、なるほど。なあ、ところで、そうです。なあ、お断り。
ところで、いらっしゃいませ。ありがとうございました。そうです。お願いします。ああ。そうだな。八神さん、
なあ。察するに。無論です。おう。お願いします。高森、うん、ああ、ね、ねえ、うん、
頑張るぞ。おう。チッ。おい、やってやろうじゃねえか。察するに。起きてがわ。なんだ。そうだな。はあ。クソが。最適解だ。偉そうに。なんだ。はあ。起きてが。ああ。ですが。あの。
いや。はあ？その。なあ、起きてが。まあね。なあ。
八神さん。ああ、
八神機行きます。よしよしよっしゃ。悪くないぞ。まだいけるぞ。いいね。ダメだ。よし。いいね。限界だ。いいね。よっしゃ。最高の気分だぜ。